善光寺参道、ここを右折して 1.8 キロ。どうもおはようございます、ブンブンと申します。本日はこのホテル信濃寺に、宿泊したんですけども、せっかく長野市にやってまいりました。善光寺がご開帳しているということなので、そちらまでちょっと走っていきたいなと思っています。はい、ダメだ、テンション低いわ。はい、それでは走っていきましょう。はい、それじゃあ走り出していきます。朝ですね、人通りもいないんでちょうどいいかなと思って走り出しましたけど、まず長野駅行こうと思ってます。長野駅が近づいてきました。じゃあこっから善光寺に向けて走り出します。どこあるんですかね、多分2キロかなかだと思うんですが、善光寺参道、ここを右折して 1.8 キロだそうです。ここをもうまっすぐ行くとね、善光寺だそうですね。そのまま行って、なんだ、恵方柱か、恵方柱にタッチしてゴールにしたいと思います。さすがに朝だもんで人通りはなくてガランとしてます。ただお店はいっぱいあるんで、昼間は賑やかなんだろうなっていう雰囲気です。江戸金の寺、軽かやさん西流寺。ここにも恵方柱がある。ちょうど桜がちょっとだけ咲いてきてますね。そして1キロを通過しました。善光寺開口柱寄進。この柱がね、ちょうど上、紐が引っ張ってあるので、その紐が、善光寺如来様とつながっているそうなので、これに触ると、ご利益があるということらしいです。じゃあ、再び走り出します。三田町の信号を過ぎました。上りになってきましたけどね、結構ね、この道ね、走ってる人多いですね。日課なのかな、やっぱな。大門の交差点に差し掛かったところで2キロを通過しました。さらに上り出しました。そしてちょっと人が増えてきたな。ちょうど参道のたもと善光寺っていう交差点ですけど、人がすごいって。一応通りますけど、ちょっと厳しいかな。厳しい、ちょっと人。じゃあ仁王門を通り過ぎて、土産物がある通りを走ってます。
げえ人なんだけど、ほんと。右手に長野県庁を見ながら走ってますけど、いや、なんかもっと人がいない予定だったんだけどな。だってあんまり目気にせず喋りながら走れるかと思ったんだけど、人多いな。6時前だね、まだ6時前だね、7時前だね。もうみんなお参りするんだね。2だね。そうか。いや、昼間になればもうね、あの近づけるくらい人がいっぱいになるでしょうから、あ、それはちょっと無理だなと思ったもんで、朝6時に一生懸命起きてで走り出そうって決めたんですけど、いや、人多かったな。はい、じゃあまあ今日はですね、ここ走りながら終わりにしようと思うんですけども、いや、すごい人でしたね。まだまだね、いらっしゃる方は多いと思いますんでね、まあご会長に参加した気分になっていただけたら幸いです。どうなんでしょうね、わかんねえけど。はい、それではですね、本日の動画これにて終了させていただきます。ここまでお付き合いいただきありがとうございました。それではまたいつかどこかで、ね。